Thank you.
あ、こんにちは。三塩小学校ってありますよね。前ありましたね。ここが旧の校舎だったとか分かります？ここですか？どんな風に建てたかとか分かりますか？校舎が。あ、こっちですか。あ、なるほど。木造ですか。あ、で、運動場がここだったんですか。へえ。あ、卒業は ここの学校があった時に出られたんですか。西尾小学校っていう名前じゃないですけど。はざこ分校だった時ですか。そこから西尾小学校に名前が変わったんですか。ちょっと懐かしい方のためにちょっと撮ってるんですけど。変わったん。うちの親父は西尾小学校の時代です。あ、前西尾小学校で、その後にはざこ分校に。多分そうだと。あ、なるほどですね。でも神社も一緒にセットだったんですか。神社も昔から。あ、ということは祭りとか結構この運動場でなんかやったりとか。そんな祭りはしてない。あ、してないですか。あ、すいません、ありがとうございます。向こうにある建物が、はい、立派ですよね。あれ新しい分校です。あ、それは卒業はされてないんですか。あ、してるんですか。ああ、そこすごい立派で、あの後活用されてる感じですかね、皆さんに。そう、今はもう学校としては利用してないですけど。あ、ですか。あのピザのなんかやつとかあっていいなと思いました。あ、朝一の会場になって結構たくさん来られますか。コロナでだいぶ減ったんですけど。あ、ですか。いろいろほならなんかされてるんですね、その要因として。いろいろ魚、ここで取れた魚を販売して。あ、いいですね。あ、やっぱりここは場所的には浦代の方とセットですけど、ここはもともと羽座湖というあれになるんですか、その地域で。与老津の羽座湖地区ですか。なんか交流は結構あるんですか。浦代の方はやっぱりもう佐伯の方に行っちゃう感じですか。交流はするっちゃするっすけどね。はい、働き出るのも浅木の方ですか。やっぱりこの皆さんのその羽座湖の人たちのなんか団結みたいなのもあるんですか。漁業関係が多いんですかね。ほとんど漁業。あ、ですか。あ、中心地って結構羽座湖の港があるんですか、そのあたり。中心地はもうここがまあ中心地。あ、そうなんですね。あ、ほなあそこもほなら結構メインで。そうですね、ここと、はい、まあそこに民家があるぐらい。あ、集会所もあの辺にありましたもんね。なるほどですね。もともとは与老津村で中でそのみんなでなってたのがちょっと合併したって感じですかね、佐伯の方で。あ、祭りはあんまりない感じですかね、このお祭りみたいなのは。花子だけの祭りはないです。ないですか。ここの湖も結構有名なんですかね。そうです、地震の調査で調査したやつですね、はい。あ、そうなんですか。トラフとかでいろいろ分かるんですね。あ、そうですか。調査結果みたいなのてます。ちょっと映させてもらいますね。ありがとうございます。貴重な話ありがとうございます。すごい。ここが立派な神社がねあるみたいですね。ここが龍神家ということで、この向こう側にね新しいね羽座湖分校の、先に三塩小学校だったのがあちらの湖の向こう側に羽座湖分校としてね新しくねできてたみたいで、これがなんか有名な、結構有名な湖みたいですね。池になってますね。羽座湖の日方海岸、国定公園の鶴見半島の中間にいる関湖ということで、もともと海岸の湾のようになった場所だということで、海の砂が次第に溜まっていって切り離されて湖になったということですね。水深は3メートルで、海とは細い水路でつながっていて、満潮時にはその水路を通り海の水がここに入ってくるみたいですね、湖が。羽座湖の龍神家の特徴は、水石物の大部分が背後の山地から流れ込んだ泥が水石されてるんですね。過去3300年間の水石物がここに入り込んでるから、その300年から400年の間で発生してた巨大地震の、南海地震の
津波の類、あの水石物になっているということで、研究に結果になっているということですね。ということで、ここが、三塩小学校の跡地だったということですね。はい、ということで、すぐ後ろにも神社があるということで、 あちら側に、紅葉小学校の波佐子文庫があって、ここが昔の三塩小学校の跡地だったということですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。